山岸プロより皆様にご挨拶です。大きな拍手をお送りください。Welcome to Big D Channel。 今日なんとジャパンプロのこの会場、オリンピアンマチュアジャパンプロ、今日は第1日なので18名のプロカードで、明日がジャパンプロ、あと1時間、2時間ぐらいで始まるので、すげえ楽しみ、興奮してる。あと残り23分ですけど、それでプロボディーフィルダー山岸プロより皆様にご挨拶です。大きな拍手をお送りください。久しぶりに帰ってきました。2年ぶりですけれども、なんかそんな感じがしない。2019年以来のこの、今リージョンショーだけど、オリンピアンマチュアとジャパンプロ、今日は今からリージョンショーで、これからこれで出てオリンピアに出る。でオリンピアでは18枚プロカード出るということで、熱い戦いを期待しています。今日皆さん楽しんでいてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。公式弁当はなんかダイエット食なんだ。ステーキとライス、玄米とブロッコリー。嬉しい。それでは始めさせていただきたいと思います。エボルギアスポンサー契約、ビッグヒデこと山岸秀忠選手、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。2年ぶりの、はい、すごいです。あれ、この新しいマシンすごい使いたいんだけど、いいです。ちょっと後で使っていただいて。はい、ジメイティでしょ、これは。そうです。エボルギアの新しいラインとしてジメイティが、そう、タイトルということで、はい、このマシンはね、アメリカでもすごい人気あって、パウンだけど、フォードジムのベニスのこれはいっぱい今入ってる。だからビデオとかで見たことある人いると思うんだけども、これがなんと日本に、ね、初登場ということで、ラスベガスのパワーハウスもこれ入れていただけるんですね。はい、なんと。だから楽しみにして、早く入れてください。あ、しまいました。よろしくお願いいたします。では山口さん、一言簡単で日本ファンのお願いします。そうですね、2年ぶりなんだけど、2年ぶりと感じがしない、熱い関係で本当に感動してます。でこのコンテストもこれで3回目で、このエキスポ自体もどんどん大きくなっていて、みんな今日しっかり楽しんでいってます。でエボルギアブースではこれからどういったイベントを。そうですね、山岸さんと写真を撮っていただくというフォトセッションを行っていただきたいと思っております。写真ね、はい、ぜひ撮りましょう。はい、はい、そしてやはりジャパンプロウィークエンドといえば、この方がここにいないとね、歓声ということはなかったのではないでしょうか。
久しぶり、私も嬉しい思い出いっぱいです。 IBB プロボディビルダー山岸秀忠選手です。大きな拍手を送りください。2年ぶりのオリンピアンアマチュア、各回に3枚のプロカードが出るということで合計18枚、すごいかな。 IBB プロもこれ今年でプロクオリファイアを始めて3年目なので、随分日本からプロが出てきますけれども、まあ、この原点ね、ジャパンプロ、そしてオリンピアアマチュア、これ原点なので、今日も熱い戦い、繰り広げられることを期待しています。選手の数は今回やっぱりこんな時になってちょっと少なかったんだけれども、最終的にはやっぱりいいプロが出たな。今回そのメンズフィジークの時期に関しては明日のプロデビューで十分通用するというか価値を狙える3人が揃ったなと。だから今の現プロも出場を表明している現 IFB プロたちもこれは厳しい戦いというか白熱戦いが見る方にとってはね、なので面白い、あの人数は少ないけれども粒ぞろいの戦いが期待できる明日のジャパンプロ期待したいね。で第1日目ジャパンプロウィークエンドを第1日目終了。